ああ、隊長か。まあね、くよくよしててもあやめさんが戻ってくるわけじゃねえだろ。心配すんな隊長、首根っこ引っ張ってでもあたいが連れ戻してみせるさ。だからさ、飯でも食って元気出せよな隊長。そう来なくっちゃな。ほら、ここにある料理好きに食っていいぜ。ああ、そうか。だったら塩入れすぎちまったんだろうな。味がしねえんだよ。何を食べても味がしなくてさ、あたいどうしちまったんだ。何もできなかった自分が悔しくてさ。仲間一人助けられないで何が過激なんだよ。何が花組だよ。畜生、畜生。隊長、一人にさせてくれねえか。ああ、ありがとな隊長。はい、どうぞ。隊長、私とあやめさんは歌劇団結成時から一緒でした。花組の中で私が一番あやめさんとの付き合いが長かったんです。そして私に命を与えてくれたのもあやめさんなのです。歌劇団に来る前、私はアメリカにいました。報酬のために人を撃つ、そんな殺し屋家業に身を落としていました。自分の命も他人の命も紙くず同然な毎日、私は死んでいたのです。そんな私を救ってくれたのがあやめさんでした。私はあやめさんに帝都を守るという生きる目的をもらいました。心を失っていた私に生きる希望を与えてくれたのです。こんなことを話せるのもあやめさんだけだったのに、そのあやめさんも昔のことです。まだ自分のためだけに戦っていた頃の、でも今は一緒に戦ってくれる仲間がいますから、ありがとうございます。隊長がそばにいてくれるなら私は強くなれそうです。でも今は自分自身で結論が出せるまで一人にさせてください。私も休むことにします。今日は少し疲れましたから。
のことなんかどうでもええんや。それよりあやめはん、あやめはんどないなってしもたんやろ。うちあやめはんのお役に立ててたんやろか。マリアはんのように銃の名手でもなければ、カーナはんのように力もない。強いて言うなら手先がちょっとだけ器用なくらいや。ほんま言うたら学校っちゅうとこにも行ったことないしな。そんなうちをあやめはんは拾ってくれた。日本で勉強もさせてくれたんや。あやめはんはうちの大事なお人や。それやのにうちあやめはんにきちんとしたお礼もできてへんのに。諦めたら全てが終わってまう。うち一人やったら何もできへんけど、あやめはんを助けたいって気持ちだけは誰にも負けへんつもりや。せやから大神はん、うちのこと手伝ってくれるか。うん、お気にやで大神はん。おかしい時に笑えへんのは心が弱ってる証拠なんやて。あやめはんが言うてはった。うち大丈夫やと思う。自分の足で立てると思う。お気にな大神はん。うん、やっぱし笑顔が一番や。いつまでも落ち込んでてもしゃあないもんな。おきに大神はん。ほんならうちそろそろ部屋へ戻って寝るわ。大神はんもはよ寝てな。ほなおやすみやで。
我が野望の城がよみがえる。あやめよ。はい。聖魔城の復活にはまだ幾ばくかの時が必要。その間、小娘どもの注意を引け。はその力見せてもらう。お待ちください。このあやめは先日まで眠っていたも同然のもの。失敗せぬとも限りません。その任務ぜひともこの蝶に。よかろう、好きにしろ。ありがたき幸せ。何を笑う？いいえ、あなたのお手並み拝見といきましょう。サタン様と共に野望を果たすのはこの私。貴様の好きにはさせない。サタン様の望みが全ての破壊、全ての死。その望みは私が。
出てきたわね、坊や。かわいい子ね。あやめは死んだと言ったでしょ。あなたも今殺してあげるわ。おがみさん。やはりこいつらとつるんでいただけあって手ぬるいわね。あなたのやり方を見せてもらうわ。見てなさい。皆殺しにしてサタン様にご報告を。最高の舞台が始まったみたいね。大神さん、勇気を分けてください。はっ、正義はここに。大神さんの期待に。かかってきな。よっしゃ。
か。手加減は
切り札を出
大神。Thank you.
手が…そこ!ちょっと!切り…
切り札。